長年、宏樹君があのキャプテンを務めてきてその背中を見てきたのでまあそのキャプテンというのを宏樹君から受け継ぐという意味ではまあすごい責任,感責任重大というかまあちょっと重みのあることだとは思うんですけどまあ今のチーム状況だったり自分の立場 を考えた上でやっぱり必要なことだとは思ったのでまあ宮澤選手にあのそういった話をあのしてもらった時には、まあ、頑張ろうっていう気持ちであの受けましたまああのこう <coughs>、まあ、拓磨はもっとこう立場もそうだしあのチームとしてのあの そういうことを考えたときにあのキャプテンというところを任せれたらというのと、まあ、あと僕自身あのまだまだ成長できる部分があると思うのであのそういった意味であの、まあ、宮澤選手も自分自身もそれで成長したというふうに言ってくれてたので拓磨、ま、もキャプテンだったら何かまだ成長できると思うよというので。あのまあ 受け,受け継いだというかあの言ってもらいましたいやまあもう宮澤選手とはプライベートでもすごい仲がいいのであのまあオフの日にご飯行ったり飲みに行ったりする連れてってもらう関係性で、まあ、ずっと僕がプロ入ってからずっと一緒にやってきているし、まあ、2020年21年ぐらいの時に一度その話があったんですけどまあこうまあ監督含め まだそういったタイミングではないというかという感じではあって僕はもうその時も一応,一応一回覚悟を決めて頑張ろうっていうふうな思いはあったんですけどまあそういった流れになったのでまあ別にやらなくても廣紀君の横であのしっかりとチームを支えれるように自分なりに頑張っていこうという気持ちでやってきたのでまあその、ね、タイミングで。 まあ去年末ぐらいからひろゆき君に来年は本当に高森キャプテンを任すっていう,うに言われててまあ僕はいやもう大丈夫ですひろ君で大丈夫ですよっていう話はしてたんですけどまあさっきも話したんですけどそのキャプテンについてあと僕についての話をこうしてもくれた時にまあそういったところにあの自分は責任持ってあのやっていかないといけない立場なんだろうというふうに思ったのであのまあそういった。 話は、まあ、去年末ぐららいか今年沖縄入る時も含めてあの年明けもちょいちょょいい話はしてますねいや本当に、あのー、こうやっぱり最初は無口でサッカーをこう真摯に頑張っている選手っていうもううまい選手だなっていうふうに見てたんですけど、まあ、キャプテンになってから。 責任感も出てあの、まあ、言動だったり行動っていうのがすごい変わったなって思う選手の一人で、まあ、そういった背中を見て僕はあの、まあ、新しくキャプテンをやることになったので、まあ、自分も何か変われるのかなという思いはありますし、まあ、本当に気の使えるというか周りが見えてチームのためにすごいあの。 こうまあ、プレーだったり私生活の部分でもこう支えてたなというふうに思うのでまあろき君の後はちょっと荷が重いですけど、まあ、自分なりりに頑張りたいなと思ってますそうですねあのまあキャプテンなるって決まった時に最初に龍司さん川井龍司さんに連絡をして、まあ、僕はもうやっぱ川井龍司さんっていうキャプテン像も見てきてますしそういった熱い男っていう部分では僕も重なる部分があるので。 まあ、リ麗さんに言われたのはキャプテンというのはもうチームの顔だからしっかりと責任を持った行動だったり言動をしていこうというふうにあの言ってくれたので、まあ、僕自身ね、ね試合でちょっと熱くなって行き過ぎてしまう部分も多々あ,るありますし、まあ、去年に関しては累積で、ね、3試合も出れてなかったので、まあ、チームに迷惑をかけたと自分では思っているので、まあ、そういったところもこう,うまくやりながらチームを引っ張っていける。 戦える集団の先頭に立っていければなというふうに思ってますちょっと軽くいじられてますね <laughs> いやいいキャプテンみたいな感じのとかまあ菅野さんだったり小林幸選手には「キャプテンだから飯をごってよ」みたいな「<laughs> キャプテンがおごるのかは分からないけど」っていう感じで言ってたんですけどまあそういった愛のある意地というかも含めて、まあ、これからだと思うんで、まあ、1年間いろんな。 チーム状況を含めていろんな辛い時期だったりいい時期があると思うんですけどそれをしっかりとまとめてあのいい方向に持ってれば思っててけばます、まあ、僕結構あのセルヒオ・ラモス選手が好きであのキャプテンはかっこいいなと思っていますし、まあ、あれはちょっと行き過ぎてる部分はあると思うんですけどやっぱりチームの勝利のためとかコンサドーレのためにこう先頭に立って戦って走って。で まあ仲間がやられてたらそれを守ったりとかこう試合で負けてたら誰よりも走ってえ勝ちに行く戦うっていう姿をあの先頭に立ってこう表現できればと思うんでまあそのまあまあリーダー的なこう引っ張っていけるようなそういった存在感を出せればいいかなと思いますしまあ僕一人ではきっと ね、あの成り立たないことだと思うのでチームの,あのチームメイトにも支えられながら一緒に成長できたらなと思ってます。やっぱりもう人生の半分以上コンサドリルで過ごしてますしあの小学6年生で少年団でコンサドリルのセレクションを受けて、えーまあまりいいプレーができずもうセレクション落ちたなと、えー、思いながら。 こう自転車で仮木大橋をあの自転車で泣きながら帰ってお母さんにもうちょっと多分無理だったわみたいなあの電話をしたのがすごい懐かしくてまあそれからまあ中学高校とまあ約5年間あの自転車で通いもう本当にコンサドーレコンサドーレっていう人生というかこう生活の一部というかになっているので。 僕にとってはすごいあの、まあ、感謝があるというか僕を育ててくれた荒野拓磨というものを育ててくれたあのクラブなので、まあ、そういったところ出身の選手が、まあ、多分今までそういったアカデミー出身の人がキャプテンをやるっていうのはなかったことだと思うので、まあ、そういった意味ではそういった、ね、僕が昔感じてたそういった思いっていうのをこれから背負ったり こう目標として入ってくるアカデミーの、えー、人たちにとっての希望にもなると思いますしまたこう何だろうコンサドールであのタイトルっていうのを取るっていうのもやっぱりこう今自分たちが目指しているものの一つでもあるので、まあ、そこに向かっていければという思いはあります。えー ま,あまずはしっかりと毎試合毎試合全力で戦ってっと目の前の試合、えー、勝ち点3取ってそれを積み重ねて最終的に自分たちの順位が、えー、ACL だったりタイトルだったり上位食い込めるようなあのそういった、あのー、まあ試合運びだったりシーズンにできたらいいと思ってるので。まあ、こう サポーター含めて一緒に戦ってくれてるあのファンサポーターにはこう心臓に悪い試合をしてしまうかもしれないですけど、まあ、そこも含めて一緒にこうつかみ取れるようにあの自分たちも頑張るのでぜひ今年は、ね、より多くあのスタジアムに来て僕たちのサッカーを楽しんでいただきたいです。まあ、やっっぱりあのまず楽ししむことですしあのこう、まあ、キャプテンになないろんな あのことを考えたりいろんなことを感じる1年になると思うんですけどあのそういったことにも周りへの感謝というかそういった気持ちを忘れずあの真摯に、えー、取り組んでいきたいかなと思います背番号27番荒野拓馬です、えー、今シーズンキャプテンやることになりました、えー、皆さんきっとこの動画を見たりニュースを見て荒野がキャプテンで不安だなとあの。 思思っていいる方がが多いと思うんですが、えー、シーズンを終えた時に「アナノがキャプテンでよかったなと」とそう言っていただけるような一年にしたいと思うので、えー、一緒に戦いましょう僕についてきてください。